大丈夫と神様の言葉があるなら大丈夫、いつでも心配いらない。目を閉じて心に描く未来を喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ、神様が共にいる。2番を賛美しましょう。弱さの中隠されてる大きな力、いつかきっと時が来て栄光を表す。感謝しよう感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台。喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み。喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ、神様が共にいる。神様が、神様が共にいる。アメン。ハレルヤ、主に感謝しましょう。
しもなく苦しみもない、すべて新しくされた神と共に住まう楽しみ、すべてに勝る喜び、神の御顔私は初めからあなた方を完全な御手を持って導いてきたことを覚えなさい。26聖人の事柄を教え、海外宣教へと導き、そして白馬を開き、そしてまたイスラエルへとあなた方を導いてき、そしてそれらのすべてのピースが今はっきりこの終わりの時代に一つのパズルのように一つの絵の中にはめ込まれ、私の計画がどれほど壮大で確かなものであったかを今あなた方は見始めています。さらにあなた方はそれをもっとはっきりと見ていくでしょう。愛する子供たちよ、私の持っている計画はあなた方の思いよりもはるかに高い。あなたの考えや施策の枠にはめてはいけません。へりくだって私に聞き、私の言葉に単純に従うことを確かになしていきなさい。 今理解できなくても後の日にあなたは驚きと感動を持ってそのことを理解し知るようになる年は恐られます。この永遠ということから開かれた今、この方々の心をまっすぐに主に向け、主にあなたの召されたところに心を定めなさいと主は言われます。この微妙なベクトルのズレが後に非常に大きなズレとなるので、この悔い改めをしっかりとなしていきなさい。この少しのズレは後に非常に大きなズレとなると主は言われます。この悔い改めをしっかりとして、このあなたの召しに固く立ちなさいと主は言われます。アンテオ教会でなされている第七礼拝をしっかりと見ておきなさい。ぼーっとではなく、そこで語られること、そこで語られる予言、それを心に留めてしっかりとそれを祈りなさい。その時、主があなたの教会に、あなたが仕えている教会に何を語り、あなたに何を語っているか分かってくる。またある者たちはしっかりと時間をとって礼拝ごとに語られていることをもう一度聞き直しなさい。私は語っている、私のその言葉をへりくだって受け止め、それに従う者たちは幸いである。あなた方は後の日に驚くべき主の栄光と働きを見ていくだろう。いや、ある者はそれを速やかに見始めていくと主は仰せられます。
この教会としてともに使命は開かれると教わられます。この御からの教会に使命があり、召しがあり、あなた方がしっかりとつながるとき、一人一人の使命と召しは開かれると教わられます。この御からの教会の祈りを受け、また御からの教会とともに祈っていきなさいと教わられます。信仰を持ってインターネットの働きをなしていきなさい。またあるものは、そんなに強く信仰を持てないんですが、それでも踏み出しなさい。その時主の恵みがあなたのうちに信仰を育んでいく。主が技をなさることを通してあなたのうちに信仰が与えられてくる。踏み出すことをやめるのではなく踏み出し始めなさい。そこから働きが始まると主は仰せられます。それではもう一度賛美していきましょう。天の父様、このクリスマス礼拝の時を感謝します。あなたが賛美のうちに豊かに備わってくださっていることを感謝します。どうぞ続く礼拝の中であなたがさらにご臨在を表してくださって、この聖会を祝福を持って導いてください。この祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。